2人目の発表は、神戸大学の、小堀先生です。もう共有とか、もし、あれですが、準備いただいて大丈夫です。小堀先生のご略歴なんですけれども、1997年から、99年まで、東北大学の方で、受賞された後に、そうですね、司法大学の博士研究員で、その間に、JSPS の海外特別研究員もされてますけれども、もう4年ですかね。4年、4、5年、されて、その後、静岡大学の、理学部の方で、助教になられてます。あ、すみません。助教授になられてます。で、その後、名前が多分、准教授に変わられまして、2014年から、神戸大学、理学研究科の方で、教授をされている、ということです。で、そうですね。時間分解の ESR も、軸に非常に、独創的な仕事を、精力的にされてまして、ついこの間ですね、第33回の、工科学協会賞を、受賞されています。本当に、僕もたくさん論文で勉強させてもらってまして、ただ、意外とその、面と向かって、話を聞かせていただくのが、ほとんど初めてに近いので、本当に楽しみにしてます。それでは、小堀先生、時間というか、準備ができましたら、講演の方を始めていただいても構いませんでしょうか。よろしくお願いします。はい、どうも、ご紹介ありがとうございます。今回はこういったコロキュームという機会に発表できる機会を与えていただきまして、宮田先生はじめ、柳井先生、関係者の皆様に本当にお礼申し上げます。本当にありがとうございます。それでは、早速、発表の始めたいと思います。矢後先生の話もありましたので、随分私も話しやすいなという感じでお話ししたいと思います。私は神戸大学の分子構造サイエンス研究センターの小堀と申します。それで、先ほど略歴ご紹介いただきましたけども、改めて感謝の意味も込めまして、私、学部は東工大、大学院も東工大の卒業ということで、帯金先生に、文工学といいますか、こういった基礎量子科学のことを非常に、丁寧に教えていただきまして、こういう世界に非常に興味を持ったということであります。で、4年生で研究室配属になった時には、ちょうどこう時間分解 EPR の装置がありまして、これは実はこの村井さんという方が、作った装置だったんですけど、それが、ずっと残されていて、それでラジカル釣りの仕事を始めたというのが、この世界に入ってきたきっかけになっています。で、その後、1996年に、東北大の飯能研のテロ先生のところに、助手で雇っていただきまして、その後矢後さんとかですね、入ってきたと、生駒先生、先ほどもありましたけども、秋山先生、いろいろたくさん教えていただきました。特に、磁気共鳴に関することについて私ほとんど無知でしたので、たくさん教えていただきましたし、あとテロ先生とは、ラジカルイオン対の交換相互作用の仕組みということで、交換相互作用の符号が正になったり負になったりするってすごく面白い現象があって、そういうのも、非常に充実した研究を送ることができました。矢後さんもあの時は一緒に、楽しく研究できたという思い出があります。で、その後2002年に、ジム・ノリスのシカゴ大の方に移りまして、その時、ジム・ノリス先生は光合成の ESR 研究のもう本当にパイオニアの存在でありまして、あと後ほどもちょっと出てきますけども、光合成反応中心のプライマリードナーと呼ばれるものが2量体なんですよというのは、X 線構造とか全くない中で、ノリス先生が初めて、見出したということで、そういった ESR 研究の大家です。それからまたこれも後で出てきますが、ラジカル対のモデルを作ったという非常に、理論家でもありまして、そういったところで4年間も、お世話になって非常に充実する生活を送っておりました。で、その後、静岡大学で職を得まして、村井久夫先生に、村井さんも、修士の頃からたくさんお世話になっていたんですけども、静岡大に移りました。その時も村井さんもそうなんですけど、今日、来ていただいている前田公則先生とか、三浦友朗さんもそうなんですけども、スピンの緩和っていうのにすごく、
興味を持たれていて、それ私もすごく影響を受けたっていうのが、まあ、あります。でそれも今日の話に通じるんですけども、まあ、スピン系が揺らいだ時にどういう現象が起こるのかっていうことについて、すごく刺激を与えていただいたということがあります。まあ、そんな風にしていろんな方にお世話になってきているということがあって、まあ今の私があって、だから私もそういう意味で年取ってきたんですね。というのが、まあ私の経歴というふうに、なります。それで、そうですね、そういうふうにしていろんな方にお世話になったということで、これいろいろ、名前挙げて喋り始めるともう終わらなくなってしまいますので、切り上げておきますけども、まあ、あと一個先駆け研究で早瀬先生に最近お世話になりまして、研究が非常に研究環境がすごく良くなったというのが、まあ、本当にありがたいことでして、太陽光と光電変換機能という、まあ、先駆け研究の一緒の仲間たちも、今も交流があってということですが、科研費もそうなんですけども、でそれに絡めてですね、実は今堀博先生、京都大学の工学の今堀博先生にもずっとお世話になってきておりまして、まあ、先駆けの仲間もまあ入ってですね、新しい、学術変革領域研究というのが実は、この12月に始まりました。動的エキシトンの学理構築と機能開拓ということで、学術変革、まあ、これ光科学の、光科学に関係する、まあ、動的効果を解明して機能開拓すると、まあ、そういったようなことに関する研究をこれから推進しようということで、これからますます私も頑張らなきゃいけないというようなことになってきました。まあ、そういったいろんな方にお世話になっているということですが、この動的エキシトンに関する公募説明会が、一応来年の1月12日、まあ、まだ予定ですけども、こういう、10時から11時までこれ Zoom で開催する予定になっております。それから同日の午後にもキックオフミーティング開催されるということですので、これは現地に来てもいただいてもいいですし、Zoom でもいいですけども、ぜひ、ご視聴あるいは ご来場くださいということで、ことづかっております。で、広い分野から、公募研究を、まあ、採択するということを今の先生おっしゃってましたので、皆様からもふるってご応募くださいというふうにことづかっておりますので、ぜひここで、登録いただいて情報を収集していただければと思います。それで、私の研究のことについてちょっとお話しすることですが、やはり光エネルギー変換の基本となるのは、私はやっぱり光合成だと、ノリ先生の話もありましたけども、いうことをずっと思って研究をしておりました。それで、まあ、皆さんよく知っての通り、光合成というのは、先ほどのプライマリードナーの光冷却状態から電荷を長距離で効率 100% で移していくということです。で、これがどういうふうに起こるのかということについては、まあ、いろいろ最近いろいろ進展をして研究が進んでると思いますけども、2000年にバラビンとかオンキックっていう理論家がですね、X 線構造解析で出てくる構造では電子移動というのはあまり起きないんだと。つまりタンパク質のアミノ酸とかがの変異といいますか、その核の変異が起きたときに、電荷が移るルートができてという、その運動の効果が非常に大事なんですよということを、まあ、主張 しましてですね、私もこれ非常に衝撃を受けたといいますか、感銘を受けたというのがあって、その化学反応が起こるときに分子の運動というのはどういうふうに絡むんだろうというのが、やはり非常に大きな興味を持つ対象というふうになってきています。まあ、そういう経緯があって、私は最近はですから、電荷分離とか光エネルギーが起こるときのその分子の構造がどうなっているのか、あるいは分子がどういうふうな運動をしながら反応しているのか、電子の軌道の性質がどう関わっているのかというのを実験で明らかにしたいと、まあ、そういうなことを野望を持つようになりまして、まあ、それに伴ったまあ研究をな、最近進めているということです。まあ、その量子的な効果というのがちゃんと機能しているのかという問題と、それからこのバイブロニックエフェクトですね、その動的効果というのが、目で見て取るように分かるのかということについて、私は少し、研究を進めて
できたんじゃないかと思っているということを今日紹介させていただければと思います。それで、まあ、光エネルギー変換の仕組みとか、その機能向上に向けて何を調べるべきかということで、まあ、ここでは有機薄膜太陽電池の光電変換を例にとって説明したいと思いますけども、まあ、有機薄膜太陽電池では、例えばこのドナー側とアクセプター側で、層が層分離構造になっていて、まあ、冷気子が光によってできると。で、冷気子拡散によって海面まで到達した後に、光電荷分離が起こって電荷が乖離して、太陽光発電になるというわけです。それから今日矢尾さんのお話にあったように、冷気子分裂という過程においては冷気子が2倍30個の冷気子が2倍できますから、これが海面まで到達すれば 200% の光電変化ということで、非常にこういったどういう高効率化ができるのかっていうその仕組みも含めていろいろアプリケーションにも、まあ、関心が寄せられているということだと思います。で、私たちは先ほどの光合成の話のようにその構造解析と運動性、それからその相互作用を、まあ、画像、目で見て分かるような画像化で、示せないかと、まあ、いうようなことを、まあ、研究として行ってきているという中で、その電子スピン分極と呼ばれる、ものを、まあ、画像として映し出すことで、こういった1から3番までのことを、明らかにできるんじゃないかと、まあ、そういったことを、まあ進めているという中で、先ほどまた時間分解電子スピン共鳴法というのを使って、まあ、こういった研究を進めてきているということです。で、じゃあその時間分解電子スピン共鳴法でどういうことが分かるのということですけども、まあ、我々はまあ主に固体の時間分解 EPR というふうなことで、まあ、こうやって冷やしてクラスターと冷やして、構造解析をしているということです。で、まあ、そこにラジカルが例えばポンと1個できたときは、まあ、皆さんよくご存知の通り、磁場をかければ、ゼマン分裂しますので、このマイクロ波の共鳴エネルギーのところでこうやって1本ピークが立つというわけで、これでラジカルの磁気モメントにあたる G 値が分かるというのが、まあ、EPR 分光の基本の話です。で、ここにもしラジカル対ができたと、まあ、いうときには、各 G 値を持ったラジカルがこの距離を持っているわけですから、先ほどのスピン双極子間相互作用がありましたけども、NMR でもスピンスピンカップリングといって分裂が見えると思いますが、こういうふうに近くにラジカルが存在する場合には、そういった分裂が見えますよということです。で、固体中でそれを観測する場合というのは、その違法性が見えます。違法性というのは実はこういった空間分布をしていますよということです。 D 軌道のような、まあ、空間分布3個サイン事情シータ引く1という関係性というのは実はこういう絵で描きます。そうしますと外部磁場がこのラジカルに対してこのスピンこの主軸方向に磁場が当たった時というのは最大の分裂を与える。それに対して、こちらの方向に外部こういった磁場の方向がこういう方向に当たった場合には X とか Y とかってこういう繊維がを与えるというわけで、違法性を反映したスペクトルを観測することができますよというのが、まあ、固体中の磁気共鳴の、まあ、話です。で、これだと距離がまあ分かるというわけですが、このスピン間の距離が分かるというわけですが、距離だけ分かっても面白くないのでやっぱり配光が知りたいということです。で、それには、まあ、先ほどもちょっと矢後さんちょっと説明ありましたけど、G 値の違法性の関係性を使うというやり方もあります。G 値の違法性があったときに、この軸に対して、この氷炭はどの向き向いてますかっていうのを、まあ、解いて、構造解析というふうにすることもできますし、まあ、一番、ストレートフォワードなのは、このレーザーの変更を使うというやり方もあります。レーザーを変更させて、冷却すると、この磁場、外部磁場に対して、分子の繊維双極子モメントを選ぶことができますので、これマグネットフォトセレクションと呼びます。こうやってセレクションすることによって、分子のこの長軸、例えばこの長軸に対して、この氷炭の向きを決めることができる。というような形で、構造解析をするということができると。で、それから、交換、J の話も先ほどありましたけども、軌道の加算によって、ST ギャップというのが生じます。あるいはフィッションでできる場合には SQ ギャップですね、1TT と 5TT のギャップが生じます。
その性質を加味して、まあ、シミュレーションしたりすると、まあ、いうことで、この構造とそれから電子的な相互作用の値を、まあ、この場合だと、トランスファーインテグラルとかって呼んでますけども、電子的相互作用を決めることができるということで、立体構造と、電子的機能の関係性を、まあ、明らかにしているということをやっています。それで、まあ、時間の制約もいろいろありますので、簡単に違法性ってどういうふうにして分かるのっていうことと、それからそれどうやって画像化するのっていうのを、ちょっとほうれん草の PS2 を題材にして、簡単に紹介した後に、フィッションのことについて、紹介したいと思います。特に最初はうちの松田さんが、測定に関わってくれた、まあ、あの結晶、先ほどルブレの話がありましたけども、チップスペンダセンの結晶性の薄膜で、三重光対の乖離が起きたよっていうような話をしたいと思います。それから、この長谷部先生との共同研究でやっている、今度は連結系ですね、こうやってつないだ系でのフィッションで生じた、多重励起子のダイナミクスについて紹介したいと思います。これはその時は、美濃先生との共同研究です。で、その美濃先生、名古屋大の彼も EPR の研究の、著名な方で、古くから光合成の研究されてて、一緒にタッグ組んで、これこの研究で非常に嬉しく思っているわけですが、例えばこういったほうれん草の、PS のこの膜をですね、こうやって、基板状にこうやって配光させて並べることができます。で、これに対して、初期電荷分離状態を観測したよっていう結果がこちらです。これレーザー当てて、機能は潰しておいて、機能から先に電荷がいかないようにしてるんですけども、いずれにしてもこうやって、基板の向き、この C2 っていう配光軸に対して磁場を平行にした場合と垂直にした場合では、こうやって スピン分極と呼ばれるマイクロ波の吸収とか放出の信号が、変化します。こういうのを違法性というわけです。こっちはマイクロ波を放出してたのが、こっちは吸収だったわけですね。こうやって、磁場、共鳴磁場の位置が変化するだけではなくって、実はこの分極も違法性を持つんです。それがまあ電子スピン分極イメージングというやり方の実は鍵となるもので、それは量子力学で決まる各順位のエネルギーと、それからこのポピュレーションですね。それで決まったものが発生するので、それで吸収とか、放出マイクロ波の放出の強度あるいは位置が変わるというのがその違法性の見方というふうに捉えてください。で、解析はちょっと大変ではあるんですけども、シングレット状態とトリプレット状態がスーパーポジションになる状態になります。これ J が小さい場合に限りますけども、そうするとその A とか E ってマイクロ波の放出とか吸収の出方が、そのこの磁場の配向きによって変わりますよというわけです。つまりこのエネルギー順位と分布のさせ方が変わるということで、例えば、計算機上で出した、スペクトルがこうなっています。このラジカルペアのこの信号強度を、磁場に対してプロットしたという結果を見ると、実はこれきれいにこの2つのスピン間のスピン双極子間相互作用の違法性を反映したAE パターンであったり EA パターンが出ますということです。で、そうするとこれを絵にするのは簡単で、画像にするのは簡単で、それは空間方向に対して、こっちは吸収しましたよ、こっちは放出しましたよって出したのはこの絵です。そうするとこれ、この見事にこのコーンの画像を反映する、つまりこの2つのクロロフィルとフェオフィチンの双極子間相互作用を反映する画像化ができますということです。で、実際の測定どうなってますかっていうのはさっきの話もありましたけど、こういうのはですからパウダー計算といって、あらゆる磁場方向から出てくる信号を足し算して、こうってパウダー計算で再現するわけですから、まあ、逆問題の解いてるように、こっちからこっちに置き換えることができると、まあ、いう形で構造解析ができたというふうに、まあ、我々はやっています。いずれにしても私たちはこれさらにこうやって配光の依存性まで見て解析をしてこの画像を出したということをやっているわけで、信頼度の高いこの画像からラジカル対のこの向きの情報を取り出したことができたというのがまあこの画像化の方法です。まあこんなふうにして中間体
であっても、まあ、マイクロ秒とか、ナノ秒で生成するこういう中間体ラジカル対の、構造解析ができますということです。まあ、この件に関しては特にこの先ほど、ノリス先生は2量体だって言いましたけども PS2 の場合はこれ単量体といいますかこの PD1 だけにホールが極材化しているということが、世界で初めてこのラジカル対で分かったということになります。実はこれはあの水の分解が非常に重要でして重要なあの十分な酸化力を伴うにはここにホールがローカライズしてなきゃいけないということがずっと言われてましたのでそれを実証したという形になっています。それで、そういった違法性を使ってフィッションの研究をしましょうということで、これから紹介したいと思いますけどもスネットフィッションは先ほど矢後先生の話にもあったように、S1 から2つの30個ができるときには、2回電子移動すると考えればいいわけですね。この1回でルモ間で電子移動してそれから、ルモホモでホモルモで電子移動すれば2つのつまり多重冷気子ができます。これはミッチェルらが、報告あるいは、ジョンソンなんかが報告しているようにその超交換機構といいますかこういった、2回電子移動するって形で電子的相互作用が、記述されています。宮田さんもそうですよね。そういうふうにしてレビューに書かれています。まあ、ワジルスキーらは実際に電子が 電荷が分離が起こった後に、まあ、TT になりますよっていう話もありますけどもいずれにしてもそういった電子移動に絡むトランスファインテグラルと電子的相互作用というのはキーになっているということです。で私たちはそれはまあよく分かってきたということで なんですけどもこの後ですね TT になった後どういうことになるのかこれがちゃんと開示してくれるのかあるいはこうやって再結合してしまうのかというようなことについて、興味があるということです。でそれに関しては長谷部先生慶応の長谷部先生が、パイオニア的な存在としてこういった連結系を種々合成されて、過渡吸収測定を、5年ぐらい前からもうずっとされているということだと思いますけども、まあ、長谷部先生といい機会があって、まあ、共同研究するということができるようになって、まあ、我々も非常にハッピーな状態なんですけども、つまり連結系どういうことが起きるかというと、まあ、フィッションすれば 1TT になるシングレットになる。で先ほど矢後さんの話もあったように最近はクインテットに変換されるということが、まあ、知られるようになっています。で、それから面白いのは長谷部先生たちもそういうふうに明らかにしているんですけどもこれは分子内でやっても乖離しますよというわけです。 T たす T という状態に乖離しているというように考えられる信号が 得られている過渡吸収で分かっているということです。あるいは、時間分解 EPR でもそういうのが見られていますけどもまあ、そういうことです。で私たちはそういったスピン状態がどういうふうに変換されるのかあるいはそれが構造がどうなっているのか運動もそうですし、乖離って何だということですね。こうやってフィッションした後分子内で何か乖離しているということです。でそれがこの再結合とどういう関係があるのかということについてはよく分かっていないと、まあ、いうことです。それでまあ私たちいろいろ分子内であり分子間で分子間なり分子内なりで、フィッション研究をまあやってきたわけですけども、まず最初に松田さんのこの、結晶性の膜についての、お話をしたいと思いますけども、あ、そうか、ごめんなさい。それ、2018年に報告した結果はこちらです。こんなふうに、オルトチカンと、まあ、メタでくっついたやつでは、時間分解 EPR スペクトルは実はすごく違うんですね。50個は見えてるんですけども位相が全然違います。ここに EA になっているということ。それから こちら乖離したと思われる孤立した30個によって生じた、ゼロ磁場分裂による信号がこちらです。これもなんか位相が違うわけですね。こういうことについてちょっと説明どうしたらいいんだろうというのが最初はすごく悩みだったわけですけども、先ほどの高校生の話にあったような分子の運動をまあ考えましょうと、まあ、いうわけです。それでその前に、結晶性薄膜で、やった仕事がちょっと重要なキーになってきたので、まずその話をします。松田さんはチップスペンタセンの結晶性の薄膜をスピンコート法で作って、測定してるんですが実は私、
マスターの学生の時にラジカル30項の相互作用というのをちょっと相互作用 マトリックスをこう行列予想を出したことがあって、で何これ何が言いたいかっていうと、これラジカルとトリペットの、対がダブレットの状態のもの、それからこっちは、40項ですね、40項のものがあった時にこれはどういうふうに混ざりますか、相互作用どうなってますかっていうのを解いたのはこちらです。そうするとこれやっぱり違法性があるということです。これ D というのはこのスピンのダイポールダイポールカップリングです。ですので、この相互作用の仕方にもやはり、違法性があるということが、分かったということです。で、これをで空間的に、絵にしたのはこちらです。つまり、こっち向き、Z 方向に向いた場合は、サイン効果ゼロなんで全く混ざらないんですけども、θ が90度になると、まあ、よく混ざりますよというわけです。でこういう違法性は同じようにシングレット50項の系でも起きます。つまりフィッションで生成した TT 対だとこの T が2ついるわけで、スピン双極子間相互作用2個いるわけですけども、この時に、乖離が伴うとシングレットと Q0 という状態が、ミキシングしやすくなります。でその時にはこの SQ0 コヒーレンスというのがまず最初に、生成して Q0 となるわけですが、このコヒーレンスが発生した直後に、乖離という状態が起きると、そのコヒーレンスが乖離状態に移りましたというような信号を、まあ、我々そういう解釈をつけることができたような、ものを、まあ、明らかにして、まあ、こんなふうにして違法性 SQ0 コヒーレンスが発展して乖離状態に乗り移ったというものを、まあ、観測することができたということです。こちらはこうマイクロ波がエミッションになっていて、こっちマイクロ波吸収になっているというのは、こっちはマイクロ波のエミッションで、こっち向きは吸収というわけで、まあ、そういった違法性が見えたということです。だからそれがキーワードになって、ちょっとじゃあ、違法性をきちんと考えて、今度は連結系でシングレットから50項に来るときにどういう、今度はデコヒーレンスですね、デコヒーレンスがどういうふうに起きるのかということについて、まあ、考え出したということをやったわけです。それでそれを考えるのにどういうことを考えたかっていうと、まあ、こうやって、シングレットフィッションが分子内で起きて、こういう多重歴史ができているわけですけども、先ほどもあったように電荷分離状態が上にいるわけです。このエネルギー的に上にいます。そうすると、シングレットの TT という状態は、電荷分離状態とこうやってハイブリダイゼーションするわけです。シングレットですから。で、トランスファインテグラルは、まあ、CV 測定等々で、まあ、大体分かっているとすると、エネルギーギャップとの関係から大体 0.1、波動関数にして 0.1、密度にしたら 1% ぐらいが、電荷分離状態がこれ混ざっているところなんです。で、分子はこうやって動くとことを考えると、分子がの核がこうやって変異すると、軌道の重なりが大きくなったりちっちゃくなったりしますから、これで J が大きくなったりちっちゃくなったりするということを、まあ、考えたということです。でその後乖離も起きますので、乖離が起きるには何かある活性化、何かこういった分子の運動で何かある活性化のちゃ、まあ超えたバリアを超えたときにこう乖離したというふうにして、解釈しましょう、ということを考えたということです。で、さっきのハイブリダイゼーションによって、J が生じるというふうにも考えることができるわけです。つまりシングレットとクインテットのギャップは、先ほどの、パーターベーションで、書くことができる。それから、まあこれと同じようにしてリコンビネーションに対する、電子的相互作用もまあ書けますので、フィルムの黄金に使ってこうやって再結合の速度なんかも出すことができます。それから先ほど言ったように、その核の変異によって J がちっちゃくなって、まあ、10ギガヘルツぐらいになったとしましょう。でその時には分子の変形しているわけですので、こうやって分子の配光が変化している、それを反映した違法性を考えて、あとは分子が運動して行ったり来たりするという様子を、まあ、加味してシミュレーションしましょうというわけです。まあ、こちらは、オルト体でも同じようなことを考えて、まあ、やったということですが、こうやって時間に依存するシュレーディンガー方程式に相当するものを解いて、
あとはこれ、こういう振動で行ったり来たりさせながら結局デコヒーレンスしてここに分布が溜まっていくというようなことを、まあ、モデル計算しました。で今度乖離ですが、乖離するときも分子は変形したと考えましょう。でこの時交換相互作用の J は劇的にちっちゃくなるということを考えて、そうすると今度はシングレットとクインテットとトリティゼロがこうやってハイブリッドアイゼーションするはずです。こっちも Q1 と T の1という状態がまあハイブリッドアイゼーションすると。まあそういうふうにして考えて、波動関数、対角化によって求めて、そこから分極移動させると。まあそういったことをやって、シミュレーションしてみたということです。それで出てきた結果がこちらで、五重構成分と、それか、この乖離成分、すごいスピンコリレーテッドトリペットペアと呼んでますけども、スピン相関三重交対の信号を2つこうやって出して、足し算したら、やっと、長谷部さんに報いることができて、信号が説明できたということが分かったということです。結局で何が分かったのというわけですが、結局五重項になった状態というのは分子が J が変動しながらこうやって振動しているという中でこういう信号が出てくるということ。それからマイクロ秒ぐらいの遅い時間で、まあ、乖離してるんですけども、その時には J が劇的に下がると同時に、実はこう分子が、歪むといいますか、歪む、90度に歪むということが、まあ、分かっています。分かりました。で、これ面白いからって言って、他にもいろいろ、長谷部さんいっぱいサンプル送ってくるんで、いろいろ測定して、シミュレーションもしてるんですけども、こうやってビフェニルでリンクした場合は、TT、乖離した状態が随分よく見えますよ。というようなことが、分かっているのに対して、パラのフェニレンにでつないだ場合には50個がちょこっとだけ見えるんですけどすぐにいなくなって乖離は起きないと、まあ、そんなようなことも分かっています。でこれシミュレーションする中では全部のスピン多重度をこうやって特徴付けられますから、フィッションしたあと 0.4 マイクロ秒後に各状態がどのぐらいのパーセンテージでいますかというのも計算上出すことができます。つまり先ほどの実験結果を再現したものがからこの分布を出すことができます。そうすると何が分かったかというと、これ、せっかく生じた多重冷気子は全部ゴミ箱に捨てられちゃっていて規定状態にすぐに戻っちゃうということが分かりますね。わずかに50個になって、それに対してこちらは、ゴミ箱に入っている量はあんまり多くなくて、まあ、こんなふうにばらけて、緩和していると、まあ、そういった様子が分かっているということが、まあ、分かってきたというわけです。まあ、そういうわけで、ビフィネルでくっついた系というのは、高い TT の量子周率になっているということとも、まあ、よく一致していると、まあ、そういったような結果が得られています。じゃあなんで T たす T の乖離って起きるのっていう話ですけども、やはり J は最初は大きいわけです。これテラヘルツ、サブテラヘルツぐらいの大きい値を持っています。まあ、繋いでるってこともあるんでしょうけども、それは、プラナーなこういう構造を持ってるっていうことが非常に大きく関係してるんだというふうに思っています。実際に分子機能計算でここの軌道の重なりを見てみると、まあ、割と大きくて、まあ、J が大きいということをまあよく説明できます。それに対して J が1万ガウス、あ、ごめんなさい、1万倍ちっちゃくなってるというのはこの結果でして、1万倍ちっちゃいというわけで、これも直交性が絡んでいないとやはり説明できないだろうと、まあ、いうことです。で、まあ、もう時間もあまりないので、あれですが、この電子密度分布入れて、計算してあげると、このコサインというのはですから、この二面角がどのぐらいになっていると、ついつも合いますかって出すと、まあ、だいたい86度ということで、やはり得られた立体構造と J の関係性というのが、まあ、よく一致しているだろうというのが、まあ、最近我々が得られている結果です。まあ、ちょっと時間超過しているとすいませんけども、光合成の系では、電荷分離状態の構造解析に成功していて、ローカライズしたホールの軌道が、水の分解を可能にしているんだということを示したということです。でシングレットフィッションに関しては、20重項、50項、それから30項のスーパーポジションを、きちんと考慮する、それからテラヘルツ領域のこういった運動を考えることで、説明できるということと、まあ、それに伴って J が1万倍ちっちゃくなるというのはこの構造の直交化が関係しているんだということをまあ示したとい
ということで、いうことで最後にこれだけちょっとお話しさせてください。共同研究では美濃先生、それから長島君、今埼玉大にいますけども、お世話になりました。それから学生さんですね、長谷川君、美濃部さんも修士も取ってますけども大変お世話になりました。それから長谷部先生、それから中村君も非常に頑張って、過渡吸収の測定も含めて、議論していただいています。小山君は、結晶性の白膜で、頑張ってくれました。それから立川先生、まあ、学生さんもいろいろ頑張っておりますけども、立川さんもいろいろ共同研究させてもらっていて、また研究室の皆さんもいろいろと、まあ、最近コロナの影響でなかなかこういうことはできないでいるんですけども、まあ、早く収束を願ってということで、お会いにしたいと思います。どうもありがとうございました。これですね、どうも本当になんか ESR のあのデータ一つからあそこまで精緻に構造があの議論できるっていうところは本当に感動しましたね。いや素晴らしい成果を本当になんかまとまって紹介いただいてどうもありがとうございます。早速では質疑応答の方に移りたいんですけど、ちょっと僕から先に質問させてもらってもいいですかね。ちょっと素朴なところからちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども、スピン間の距離といったときに、やっぱり電子分布自体が結構非極材化しているような、場合がある気がしてて、で、そういったときに、その2つのスピン間の距離というものを、どういう感触で捉えるのがイメージとして正しいのか。というところですね。つまり重心の距離というふうに安直に捉えていいのか、必ずしもそうじゃないのかといったところです。非常に難しいところなんですが、はい、ですね、だから私サボってんですよそこね。本当はだからスピン密度分布入れて、各原子間のカーボン軌道間軌道というか各原子間のスピンスピンカップリング考慮して、本当はそれで、せめてそれで合わさなきゃいけないんですけども、だからそれはやろうと思えばできます。先ほどの美濃先生なんかはそれできちんと距離を議論されていて、特にこうやって乖離した状態なんかは、この分布といいますか、この、そうですね、スピン密度の分布入れて、距離出すということをやらなければいけないと。本来的にはそういうことです。つまり D 値とか E 値とかっていうそのゼロ磁場分裂パラメーターとして出すことができるんですけども、それをきちんと議論するためには、本当は少なくともそういうことを やらなきゃいけないんですけども、転送極子近似で考えるとこのぐらいの距離というふうなことで成り立つ場合は、距離が離れた場合ですね。なるほど。距離が離れている場合にはもう1個の 点と点の双極子間相互作用で構わないので、それでいいんですけども、今回対象にしている系はそうですね、あまりよろしくないといえばよろしくない、割と近いものも含まれているというこういう系は、そうですね、割と近いので、実際の距離に対してもうちょっと大きめ の D 値が使われているという感じはやっぱりあります。なるほど、はい、そこはちょっと、はいはい、精密だっておっしゃっていただいたんですけど、精密じゃない、あまりやってないのでいきます。いやいやいや、でも本当に普通のやり方じゃ出てこない情報なので、最高の方に興味があって、そういう意味では角度ですね、オイラー角度どうなってるとかいうことについての、はい、情報は割と画像化もできることもあって、それなりの精度はあるというふうに思っています。なるほど、 ありがとうございます。続けて僕が質問しても大丈夫ですかね。いや、なんか、小堀先生からメールで、どんな質問でも、受け付けますみたいな、非常に、心強いことを、疑ってるので、ちょっとじゃあ、もう一つ、ちょっと多分聞き逃してるところもあると思うんですけど、スライドの18番ですかね、なんか、ちょっとなんか誤解したら申し訳ないんですけど、なんか上の方の分布に溜まるっていうような言い回しをされていたように聞こえて、部分があってですね、なんか、その
まあ、そうですね、縦軸がそもそもエネルギーじゃなかったら、まあ、多分この質問は非常に高等向けなんですけど、なんか上の方の分布にこうなんかだんだん溜まっていくような病像に、ニュアンスを受けたような部分が なぜかあって、そのエネルギーが高いところに溜まるっていうところが本当に直感と反しはするんですけど、それがどういうことなのかっていうあたり、あの ちょっと誤解があったら解いてほしいんですけど、いや、まあ、あの、はい、要するに、まあ、これ熱エネルギーに比べればやはりエネルギー小さいので、ほっとけば緩和するわけですね。はいはい、あのエネルギーが高い方に行く、熱分布するはずです。やばそうに言ってましたけども、はいはいはい、なるほど。だから J の大きさがそれほど、熱エネルギーに比べたら J はちっちゃいので、ほっときゃ緩和するはずなんですね。はい、ただ違法性があるので、違法性を生じては信号を出しているわけで、そこがだからキーですね。 なんでそういう違法性を持ったままデコヒーレンスしてるのかっていうところが、興味があって、はい、まあ、ああいう運動、その制限された、こういう制限された構造間で運動させると、まあ、結局は熱分布的なあの分布にはなるんですけども、違法性はちゃんと出てくると、まあ、そういったことが、まあ、まあ、再現できたという感じですね。ああ、なるほどなるほど。 ありがとうございます。あの整理が進みました。あ、松井先生、これは質問というかコメントなのかもしれませんけど、あ、すいません、あ、松井で質問させてください、ちょっと。あ、はい、どうぞ、どうぞどうぞ、よろしくお願いします。はい、あの、ハーフダイ松井でした。はい、大変、構造が違う、まあ、50個のペアと、CTP で構造が大きく違うっていうことが大変よく分かって、まあ、面白かったんですけども、一つお聞きしたいのが、その TTA がどういうところから起こってるのかなっていうのを前から気になってるんですけど、今回出た、SCTP の構造ってかなり直行しているものが出ていると思いますけれども、最後の大丈夫です。はい、そこのサイトからむしろ TTA とか起こるのか、むしろ、その分そこはある程度寿命を持って存在しているから、TTA とかはそこから起こってないということなのか、どちらなのかなというのをちょっとお聞きしたく。ですね、まあ、松井さんもそういう感じ、少なくとも長谷部さんの過渡吸収のデータを見ると、はい、一旦乖離してしまうと、うん、まあ、割と30個自身の寿命で減衰するという感じなので、かなり TTA といいますか再結合的なのは抑制されているんだと思います。うんうん、ただ こういうだから50 この状態はまあ大体サブマイクロ病とか、まあ、だからビフェネリでついた場合はそれが遅いわけですけども、そうですね、ここの再結合というかアニヒレーションは非常に問題的ですね。アニヒレーションとはやっぱ言わないですね、再結合と言ったらいいんですか、 S0 にペンタセの場合は矢子さんの話もあったように、はい、S0 に行かないで S0 に行っちゃいますんで、うん、まあ、そういうアニヒレーションは、ここでは起きると、これは過渡吸収でもそういう結果ですから、だけどこうやって乖離的になると、まあ、うん、そういうのは起きないというふうに一応考えています。うん、ただここ ESR で見てる場合はスピン格子緩和っていう現象がやっぱりあるので、 はい、はい、そこはちょっとはっきりしないといえばはっきりしないんですけども、まあ、そういう基本的にはそういうことだと思います。やっぱり直行してるから帰り再結合しにくいっていうことなんだろうと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは谷先生、質問がありそうなので、はい、いたりでもよろしいでしょうか。はい、大阪大学の谷と言います。はい、お願いします。ちょっとごめんなさい、僕結構素人質問になってしまうと思うんですけど、いえいえ、今回お話いただいた系っていうのは基本的には個体って考えたらいいんですかね。ですね、まあ、もちろん、実験しているのは個体
77ケルビンとかの、まあ、合体溶媒なんですけども、あのそこはすごく大事な視点だと思いますが、実際こうやって動けるわけですね、はいはい、あの特にこうやってテラヘルツで運動してるっていうのは実はこういうのってトルエンとかですね、MTHF とか使ってるんですけども、やっぱりガラス固体っていうのはやっぱりあの、メチル基とかがかなり動きますので、はいはい、そういうのがあの連動しそれと絡んでこういった振動が起きてるんじゃないかなっていうのが今あの我々思ってるところです。なるほど、あまり硬すぎるとだからこういうこと起きませんので、まあはいはい、ある意味だから溶液に近いような条件といえば条件なんだろうとも思いますね。この電気型の分子で、溶液中で測定、例えばその凍結させずに溶液中でもっと分子が自由に動く状態でこういう実験をするっていうのは結構難しいんでしょうか？ですね、その違法性が等方性になってるとダメなので、なるほど、ここがだからこういう分裂が全く平均化されて消えちゃうとまずいので、だから冷やしてるんですけども、ただ、グリセロールとかいろいろうちの今4年生はだから今ちょうどそれサンプル作ったって言ってましたけど、パラフィンで、ユードパラフィンでやるって言ってました。ああ、いや、なんかその、じゃないかって、はい、ごめんなさい、あの、もともと気になっていたのは、仮にその分子が、今、これは連結型分子を示していらっしゃいますけど、まあ、分子間でフィッションが起きるとか、そういうのを考えたときに、分子の拡散が十分に早いような状態で、はい、例えば実験をすると。で、まあ、もちろん最初にフィッションが起きるのも起きにくいんだろうとは思うんですけど、何らかの形でうまいこととりあえずトリプレットペアが作れたとして拡散の起きる系だったら、そのトリプレットペアはすぐに2つのトリプレットに分かれるもんなんでしょうか？それとも、はい、継承性によりますけども、はい、少なくとも、例えば吸収スペクトル取るとこの白膜の継承性すぐ分かる、あのダビド部分裂が出てきて、明らかに、パイスタッキングしてるような見にくいか、ものが出るわけですけども、その時、実験するとあの乖離性が大きい、つまりもう完全に乖離したような三重孔の信号がやっぱり見えていますね。ああ、ごめんなさい、あの拡散っていうのはごめんなさい、分子自体が拡散するっていうことです。まあ、もちろん溶液中でってことですか？例えばです。はい、そうです。ああ、だから溶液中でぐるぐる回っちゃうと平均化、はい、表性平均化しちゃうのでダメなんですよね。そうですね、実験的には難しいと、はいはい、こういう結晶性の膜でとかそういう形でその向きを揃えたまま拡散してくれれば、こういう信号が出ますってことですね。はい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 、はい、ああ、なるほど。その現象というか原理としてはそのトリプレットペアが2つのトリプレットになる上で、その今日なんかあの五重孔の話とかいろいろどうやってトリプレットペアが2つのトリプレットに分かれるかみたいなお話があったと思うんですけど、はい、その原理的に仮に分子が物理的に拡散できてしまうんだったら、原理的にはそれは問題なく2つに分かれるって考えたらいいんですかね？ちょっとごめんなさい、言ってることが意味分からない。スピンの相関という意味だと思いますけども、はい、そうです。ここの、分光学的には、ですから、この乖離したか相関してるかっていうのは、その J で決まるんですね。はいはい、相互作用がこのゼロ磁場分裂相互作用よりも小さければ十分小さければ乖離とみなせて、まあ、あの孤立した三重孔の信号が、それがだからこのスピンスピンカップリング の大きさより J が大きければ、まあ、こういう量子化になっていて量子化状態になっているので五重孔として見えると、まあ、そういう区別の仕方に、なっているということで、それがですからあの EPR の信号の出る場所が変わってしまいますので、だいたいこの3分の1の幅で出るんですね、五重孔の場合。強い相関があるとこの幅の3分の1ぐらいの幅で、その表明条件が現れます。あのなので、強く相関した五重孔とそれから乖離して孤立したような三重孔が、まあ、
区別できますよ、まあ、そういうあの、まあ、原理になりますね。なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、まあ、ありがとうございます。続いて質問がありますので、前田先生、質問の方を、知っていただいても大丈夫でしょうか。はい、はい、ありがとうございます。まず、2つの相互作用が、まあ、大きく構造変化によって変わるっていうことだと思うんですけども、それが、それの原因っていうのは、やっぱりリンカーっていうかブリッジ部分への染み出しの変化なんですか、それとも直接的な相互作用なんですか。はい、染み出しっていうか、そうですね、染み出しとおっしゃってるのはだからそこですよね。はい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 、基本的にはそうだと思ってます。ですからここだから、ここってだからここの電子密度と思ったらいいので、C っていうのは、そうやってやってるんですね。ここは、もう、クーロン積分で構わないので、はいはいはい、各原子上のクーロン積分で構わないので、それであとはもう角度だけ決めたらいいので、染み出しがだから大きいか小さいか、ここの角度で決まるってわけですね。この面とこの π の角度、はい、それが86度ぐらいだと、まあ、ちょうどいいマイナス 4.2 メガヘルツになるよってことで、まあまあそれはそうだわなって感じですけども、まあまあそういうふうに解釈はしてます、うん、それでビフェニルの違いも説明がつくんですか。ビフェニルはこの系はやってないです。あれやってないですけども、他の系ではちょっとやっていて、はい、ビフェニルのテトラ線をビフェニルにつないだやつについてはやっていて、まあ同様な解釈はしています。はい、やっぱり J はすごくちっちゃくて、はい、でそれからもう一つ、例えばシングレットラジカルツイと同じような感じで、今度はシングレット TT において、まあ、初期状態で、まあ、エンタングルメントができるということですよね。はい、で、それを壊す揺らぐ相互作用というのは何になるんですか、この場合は。連結系ですか、んじゃなくて、はい、連結系 でもいい、どっちでもいいですけど、揺らぎで、なので、やっぱ J の揺らぎだと思ってますけどね、そうなんですか、ね、はい、J の変動がやっぱり一番大きく効いてると思うんですけども、はい、そうですね、確かに0磁場分裂の、主軸もか D の揺らぎも あるわけで、はい、あまり結論的なことは言えないかもしれないですけど、僕はなんとなく J だと思ってますけどね、やっぱ J がすごく、うん、すごく揺らいでるので。で、時間帯以上で、そのデコヒーレンスのスピードって出るんですか、シミュレーションから。緩和時間っていう意味では出るんじゃないんですかね。うん、光子緩和として、だから立ち上がりがちょっと、鈍いんですよね、多分50コンの。シングレットトリプレットの、デコヒーレンスですよね。だから、シングレットクインテッドじゃなくて、シングレット TT とトリプレット TT との間のデコヒーレンスのスピードが出るんですか。それは、シングレットからトリプレットにはいけないので、あ、そっか。場合は。はい。僕、勘違いしてるかな。いけないので そこは多分見えないと思います。どれか。まあそうですね。繊維はないんで、もちろん。はい、だから、はい。でもそこがエンタングルしてるんですよね。エンタングルメントするのはクインテットですね。90とかが。あ、クインテットの、あ、クインテットと、あ、でもその、5番の、クインテットトリプレット、シングレット、あ、シングレットが混ざるわけですよね。そこの、はいはいはい、だから後になってこれが混ざってくるわけですね。あ、それが見えないかってこと。あ、そうですね。それも。ああ、それは考えたことないですね。いやー、帰りが遅すぎて立ち上がりは見えないですよね、だからね。うん、
ですね。帰りが遅すぎ、1マイクルで遅いので、もしやそのデコヒゲンスを反映して立ち上がってるのかっていう可能性もなきにしもあらずですけど、あ、まあ、帰りはやっぱり遅いんでしょうね。あ、はい、あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとこの絵というか、ちょっとすいません、なんか昔から感じてるあの疑問を一個思い出したので、ちょっとついでに聞かせていただきたいんですけど、なんか軌道のオーバーラップがやっぱこれだけ近いと、まあ少なく、まあ、ちょっとは少なくともあると思うんですけど、はい、なんかそうなって、まあ、極端な話、もっともっと重なってきたときって、なんか電子が、どっちに所属するか分からなくなるケースってなんかありそうな気が、なんか究極にはしてて、で、なんかそういったときに、要はなんかトリプレットとトリプレットがくっついてっていうふうに考えると、なんか多分、9個の、規定で、まあ、矢尾先生も、小林先生も、まあ、出されてるような、あれで良さそうな気がする一方で、なんか究極的には、なんか、要は4つのスピンを全部独立にした、2の4乗の16個の規定で考えないといけないような印象をなんとなく持ってて、なんかそこら辺がどういう形で折り合いがつくのかっていうのがいつも分かんなくなるんですよね。で、実は僕のそのケミカルレビューの方では、16個の規定でなんか、ちょっと考えようと、まあ、試みてはいるんですよ。ちょっとあんまりうまくいってない部分もあるんですけど、なんかそのあたり、まあでも実際実験データはこのモデルで綺麗に合ってるから、多分、まあそういうケースはかなり極端なんだろうなという感触は持ってるんですけど、なんかちょっと、その、なんでしょうね、その、まあ、ボケでスピンにどっぷり使われてるあの小堀先生から見て、今のはなんかどういうふうに思われるかなっていうのをちょっとお聞きしたかったという感じですね。いや、すみません、考えたことないですね。それはちょっと勉強してみたいと思います。あ、いや、16個になるんですね。なんかそんな気が、なんかグレゴリスコーレスとかが多分初めに言い出したんですけど、なんかいろいろ見てると、確かにそうなのかなっていう気がしてきて、なんかもう迷宮入りしつつも、なんかまあ一番ジェネラルなのはやっぱ16かなって思って、レビューはそっちで書いたみたいな感じです。あ、でもすいません、ありがとうございます。すごくそういったものにもなんか整理が進みそうな話がいろいろ。いや、でもそういう経緯があれば、軌道の重ねが大きくても、スピンが50個とかになっていれば、長寿命でいてもいいと思うので、なるほど、なるほど。そういう結果で、なんかルブレンとかそうじゃないかなってちょっと思ったりもするんですよね、分かんないですけど、全然、僕は分かれてないっていう感触をなんとなく持ってるっていうのが、ベースにあった上でのことなんですけどね、そうなんですよね。あ、すいません、よく見たら僕以外にも質問が来てたので、ちょっと、佐々木君、質問。ではしていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。あ、非常に興味深い発表ありがとうございました。はい、ちょっと松井先生とのディスカッションのところでちょっとついていけてなかった部分があったので、質問させていただきたいんですけれど、結局再結合がかなり抑制されているということで、もう回転運動を可能にするのはブリッジもベンゼンブリッジフェニレンブリッジを導入するっていうだけでもうかなりクインテッドを効率的に生成しつつ、もう再結合も抑制するっていうことが可能っていうのでいいんですか。はい、可能だと思っていて、はい、います。長谷部先生がその辺、いろいろ開発されてて、今ちょうど論文に出してるところでして、また発表されたらまたお伝えできればと思ってますけども、クインテットに行かせなくてもいいなっていうのが僕の印象です。クインテットに行くのって結局さっきの前田さんの質問にもあったように結局緩和なので、こうやって緩和で、こっちかこれ50個ってだから大していかないんですよ。結局スイングでやったまま管理しちゃってくれればいいので、これ大しただから量じゃないんですね、クインテットっていうのは。まあ、これとこれ足しても、それだったらもうスイングレットのまま帰りしてくれた方が手っ取り早いと言いますか、わざわざ50項にする必要ないなっていう感じです。これ一旦50項になったとしても、ここで再結合でここいなくなっちゃうと、これ緩和してこっちに緩和して結局いなくなっちゃいますんで、50個にするっていう戦略はあまり賢くないなっていうのが私の印象ですね。やっぱり何とかして早く帰りさせろっていうのがその、重要なファクターで、だからここの、リンカー周りの運動とかが重要なんじゃないかっていうふうには思ってます。
とうございます。どうもありがとうございます。そうですね、だいぶ時間もしてしまったので、最後に一個だけちょっとすごい現場的な質問になっちゃうんですけど、実際なんか感度がどのぐらいなのかっていう感触がやっぱりやってない人間がすると分からなくて、そのいざ例えば測定をするといったときに、そのサンプルが満たすべき要件ですか、なんかそのあたりって、どういうふうな感触ですか。僕は意外と取れるなっていうのが印象です。なるほど。これでも取れるので、会社で分かったんですけど、最初信号を取ったときは取れた取れたって喜ぶわけですが、はい、じゃあもうほとんど五十個になってんだろうという印象なんですよね、最初に見たときは。はいはい、とまあ、だけどいろいろ学生さん一昼夜かけて積算したりとかいろいろ出てるおかげで、取れるなっていう感じですかね。ああ、なるほど、なるほど。はい。そうですね。このぐらいの数字でも、割と綺麗にというか、綺麗ではないですけど、まあ、取れてはいるので、そういう意味では、淡い期待を抱いて測定してもいいんじゃないかっていう気はします。なるほど。%だったら取れるかとか、その具体的な数字は分かんないですけども、まあ、1% は厳しいか、5% ぐらいの、収率で生成するような感じだったら、まあ、取れるという感じです。このほとんどが再結合でいなくなってますからね。そうですね、確かに。はい、なんかマトリックスに分散させた系と結晶だったら、やっぱりマトリックスに分散させる方が、なんか筋がいいっていう感じですかね。それもものによりきりっていう感じですか。そこもやってないです。だからそうです。マトリックスいろいろ選んでやるのもいいと思いますけどね。それだと室温でもいけるかもしれないですし、うん、そうですね。そこも検討したいと思ってますね。はい。はい、どうもありがとうございます。